ははいこんばんばですブング王の文深夜便今日はこんなお話です。はい。えー、今日はですね、またまた宝島社です。もう本当に止まりませんね。えー、いろんなところから出てくるわけですけども、今回は、えー、ロルバーの20周年のアニバーサリーブックということで、まあね、えー、まあ、懲りもせず買ってきましたっていう感じではあるんですけれども、まあ、あのー、今回ね、ちょっとね、 あのまあおまけだけじゃないよ的な話もちょっとあるのでまあそこら辺もあれです。でえまずはまあロルバーンに20周年ということでですね2001年にえまあ出たロルバーンがまあちょうど今年で20周年ということで記念ブックと。 ままあああ周年記念がるると宝島社が頑張るわけでですねまあでこういうのが出てくるわけですけれどもえ例によってですねえ安定の16ページということで1人分しかえ中身がねえぞというところはあるんですけれども今回ちょっとねえ中身に関してまあ読み読むところもあるのでちょっとそこら辺はまた後でっていうところなんですけどまあ皆さん見たいのは多分中身のポーチかなと思うわけです。まああのポーチに16ページの冊子が付いてるといった方がまあね正しいかなという気がするんですけれどもまあ せっかくなんでちょっと見ていきましょう。はいで、あの今回なんですけれども、えーと。まあポーチがあるわけです。けれども、こんな感じになっていて。はいまあ、こんなポーチが付いています。という感じですね。はい、この子はこんな感じですね。 えっとまあポリエステル素材ですねのえーとポーチでまあ大きさ的にはですね一応ねえーまあスタイリッシュな生ポケットマルチポーチということでサイズは11インチのタブレットが入るよってことになってます11インチのタブレットっていうとちょうどね iPad のえっとその iPad Pro のちっちゃい方ですね ミニとかよりは全然大きいので、えっと、なんですけど、僕が持ってるのがね、iPad Pro の,あの大きい方なんですよね。なんで、ちょっとね、サイズ的には、僕も iPad は入らないのが残念なんですけれども、そんな感じのポーチになってます、というとこなんですけど、えっとね、これまでの、その、まあ、シリーズというか、宝島系のですね、まあ、こういうやつのムックのシリーズの中では、ちょっとやっぱ傾向がちょっと違うのかなと思いますっていうのは、 これまでのものはまだいいたまあ例えば桜ク,クレパスとか図ンシリーズとかえいろいろあるんですけど基本的にはまあそのデザインは使ってるんだけれどもそれって例えば桜ク,クレパスのクレパスの柄のポーチですではあるんだけど別にクレパス入れるわけじゃないよねっていう感じですね。なんでまあデザインが可愛いから作って ポーチですポーチにその、えー、まあ、みんなが知ってるデザインを入れましたっていうのがこれまでのものだったんですけど今回はもうロルバーンってここだけなんですね。まあこういう例えばこういうねロゴの部分をバーンって入れてロルバーンとかいうわけではなくて、えー、このぐらいにしてありますっていうのがやっぱロルバーンっていうのの,のデザインっていうのをここにまあえー、してあるっていうのもあるしこのロルバーンと一緒に使うんだよっていうのがここにははっきりあるわけですね。まあもちろん とか言いつつもやっぱりタブレットのねえがメインのサイズにはなってるんですけれどもまあ中にこうやって入れることもできるしまあ後ろ側とかにもポケットがあってまあちょうどここにあの入るサイズだよということでまあ,まあ当然ここにはですねえまあロールバーンのまあこれ大きいやつっていうかラージサイズが入るよっていうふうにまあここにね L サイズが入るよっていうふうになってますということでまあここはね あの他のものとちょっと違うかなとまあもちろんねぴったりサイズのカバーとかではないんですけれどもローバンを持ってえ使ってほしいっていうのはまあここにはあるわけですねだからタブレット入れてもいいんだけどローバン入れずにタブレットだけ入れたらまあこれ意味ねえぞというまあ付録にはなってますと。 いうことで今回は連動してるしまあそれこそこのロルバーン作ってるデルフォニックスっていう会社がですねえーまあその文具とかまあそれに近いような雑貨とかをですねちょこちょこあのやっていてお店がありますねスミスっていうお店があるんですけれどもそういうお店でまあ展開してたりするので。 まあスミスなんかだと本当にね他の雑貨とかポーチとかもいっぱい売ってたりはするわけですからそういうところに紛れ込んでいてもおかしくないようなラインナップというところでまあ出てるかなと思いますまあもちろんねえっとこれ価格がですね2200円ということでまあ安くはないにしても まああのー、ここ本当はねナイロンでいきたいところなんでしょうけれどもポリエステル素材なのでちょっとカシャカシャする感じはしますけれども一応まあデザインのテイストとしてはやっぱりロルバーンっていうのがちゃんと分かる形にしてあるのはまあいいとこかなと思います開けるとこんな感じになっていてえっ、ー、と中にえっ、ー、とまあポケットですねでこっち側にですねファスナー付きポケットがあってまあこ,こっちは大きいやつですね、まあ、こういうところにもまあ,あのタブレットとか入れることができますよっていうことですね であとこっち側に、えっとまあ、ちっちゃいポケットが3つあるので、えー、と大小になっていてここ,、まあまあこれね、あの絵で見ると電卓とか、えっと、スマホとか入れてますけれどもままあまあこんな感じのスマホやペンが入るっていうことにはなってますけどまあ何入れても構わないかなと。であとペンが端っこで、えー、と今回の場合はどうなってるかちょっと,ょっと色が分かりやすいのなこんな感じになっていて、えー、とこうやって入れたときにですね ここポケットになってるんだけど上のゴムとセットになっているのでまあこ入れるとこんな感じですかね。ああこっちで支えつつこっちにポケットにも入れられるっていう感じなのでまあこれで筆記具なんかはここに入れましょうとかまあ電卓とかでもここに入れてあげるとちょうどこうえと止めることができるようにまあ上にもバンドがついてますよという感じですね。あと大きいポケットがこっちにもありますという感じですね。なのでまあこういう作りになってます。裏止めが ついてるんだねねああのあれですねまあ裏のこのあほのつれ止めみたいなのが入ってますけどここら辺はやっぱりねあのー、何て言うかなあまあしまいというかこういうのはやっぱり高いものだと見えなくしたりとかするんですけれどもんまあここら辺の始末の仕方っていうのはどちらかというとやっぱりまあこの価格相応っていうところでしょうがないのかなという気がしますね。 まあこのほらちょっとあのプラスチックの板みたいなのが入ってますけどこれつけといて縫ってあげないと多分これあのえっと破れちゃったりとかするんですよねでこのあのポリエステルのこっちの生地自体が割とちょっとカシャカシャ言っちゃうのがまあここはまあねあのまあ2000円のねあの雑誌の付録なんでっていうところはありますうんなんですけどまあこの大きさなんでね あのやっぱ大きくして素材をまあこう大きく使おうと思うとどうしてもやっぱり価格とかねあの素材の材料とかっていうのが出てくるんで本当はまあ,あれにもね裏地付けたりとかしてあげて隠してあげるっていうのもあるとは思うんですけどそれをやろうとするとやっぱこれの値段ではできないんでしょうねっていう感じです。まあ、今回は割とシンプルな作りにはなってますね。うん なんですけど、まあ、なんでシンプルかっていうと、やっぱこれロールバーンとセットだからだよっていうところだかなと思います。で、まあ、これを入れて持ち運ぶということを考えれば、まあ、これはこれでこのポーチでいいのかなという気がしますね。うん。という、えー、まあ、スタイリッシュな、えー、セブンポケットマルチポーチということで、まあ、こんな形になってます。で、正面にはポケット。 がまあ、外からアクセスできるのはこのポケット1個ですね。で中側にはですねこうやって開けると、はいえー、バッと開くとですね完全にこう開きはしなくてもここで止まる感じですね。まあ、こ,こ,ここまでですね。なんでバカーンって開いちゃうわけじゃなくて、えー、とここまでででまあ多少間違がありますから、えー、と分厚いものとかも一応入れられるかなって感じですね。まあ 2, 2センチぐらいまでだったらまあなんとか。 あ,でもこれあんまり大きいものだとやっぱりこの縁のファスナーが閉まらないかもしれないですけどまあ英語のサイズのこう例えばノートとかまあこれ iPad のミニですけどねあの古い方の iPad ミニですけどもここら辺ぐらいだったらこうやって入れてもですね全然普通に閉められますよという感じだったりするかなまあ電卓とか入れるものの厚みによりますねっていう感じですけどもまあそんな感じでまあロールンと一緒に使ってほしいよという感じの。 放置ですまあここがきまあ、ポイントかなっていうことですね。まあ同じオレンジのねオレンジとブルーっていうのがやっぱもうロルバンらしいといえばこの色ですけどいう感じです。でまああのね、えー、さっきも言いましたけれどもあのこの間あのこれまでと一緒でですね、えー、まあやっぱり16ページの、えー、と説明がこうついててでえっ、ー、とねまあ冊子のほとんどはですね、まあ、あのー まあちょっとはルルバーンのですね、まあ羊というか、そんなのと、あとは、まあちょっとね、えっと、生まれる現場ということで、工場見学的な写真がちょこっと載ってるんですけど、本当はね、もうちょっと入れてほしいところではありますけれども、そんなものが入っています。で、えっと、いろんなね、 あのまあ使ってる人なんでしょうねということで伊藤聖子さんとかね、えー、モーリー・ロバートソンとかねいろんな人のですねあのコメントが入っています。ということで、えーまあ、愛用者の声みたいなのが入ってるんですけど、まあ、正直愛用者の声っていうのはまあ人それぞれよねっていう感じの使い方です、まあ、素敵な使い方が載ってるよっていうのはあるけどうんまあ僕としてはですね、まあ、こういう記念の時に買う本にはやっぱり記念らしくですねうんとこの えー歴史だったりとかですねえこのロルバーンについてもっと語ってほしいっていうのはちょっとあったりするんですよね。っていうところでいくとまあ情報量はいつもですねもうちょっと欲しい感はあるんですけれども。 ただね、あの、これ、今回はちょっとね、いいのは、この佐藤達郎さんっていうね、デルフォニックスの代表であり、デザインディレクターである、この佐藤達郎さんっていう方の、コメントっていうのがこう書かれていてですね、もう結構しっかり、あの、インタビュー記事が載ってますということなんですね。で、まあ、どんな話かというと、もう本当にあの、えっと、創業した時の話とかですね、それからまあ、あの、いろいろと思いが書かれているわけですけれども、 いやーなんかね、あのあれなんですよね、えっと、もともとはお店が作りたかったっていうことが書かれていて、ほんでお店作りたかったんだけど、えっとまあお金がなかったっていうことなんですけど、気に入った場所でお店やろうと思えば1億円ぐらい現金持ってなければできないような状況でしたっていうのが書いてあって、まあ当時ね。 1988年に起業した時にはそんな状態でしたというところでまあ当時20代だったその佐藤さんはまあもちろんそんなお金持ってないのでそこで将来自分の店に並べたい商品をイメージしながらメーカーから始めざるを得ませんでしたって言うんだけどメーカーをこれ個人で始めたのかな始められたとしたらそれはそれでだって。 <laughs> と在庫を抱えて商,品商売するっていうことなのでえー20代でそれができたっていうことはまあそれなりにお金あったんじゃないのかっていう気はしなくもないですけどあの商品を作るって本当にねなかなか大変な話ではあったりするんですよね。ということでまあそれを作ってってたら、まあ えっとそれまでまあその時代にはもうちょっとファンシーなものが多くって紙製品とかでまあ本当に自分が使いたいものっていうデザインのものがなかったから自分で作ったよみたいな話が書かれていてでえっとまあかっこいいのを作りましたっていうところでまあこのいろんなねえっとこの形線にもこだわりがあったりとかいろんなことが書かれているんですけれどもだからまあ あのそうやって広がってきましたよということが書かれていますでまああのそうこれ読んで思い出したんですけれどもここにも書かれていて、えっと、自由丘にシックスっっっっててお店があってもうなくななくちゃったのかな、あのー、最初デルフォニックスっての今スミスってお店がいっぱいあるんですけど全国にあるスミスってお店がデルフォのお店なんですけれどもその直営店の一番最初は「シックスって SIX って書いて「シックスってお店が自由が丘にあったんですよ。 それはね本当に強烈に覚えていて僕がですねえっと僕がですねえっと上京してきたのがえっと93年に大学でですねあの千葉大だったんで千葉に出てきたんですけれどもそれでえっと東京いろんなところにはすげえ店いっぱいあんなと思って行ってた時にですねえっと94年でしょうだから僕は大学入って2年の時だ。 なのでにえっと6ってお店が自由学校にできるんですけどこんな面白いお店できたって言って行ったんだよねあの素敵なお店だったんですよ当時本当になんだろうな今の割となんていうのかなえ雑貨のテイストのなんていうのかなあの今あるそういうですねえちょっと えとこのまあまああの隅々見ればわかると思うんですけどもあんな感じのお店の元祖でシックスの方はもうちょっとアンティークとかも置いてた気がするんだよね一点物とかも置いてたと思うんですよ割とそんなお店だったと思うんですけどめっちゃ雰囲気のいい店だったなと思って思い出しましたっていう感じですけどそこから始めて今のねえところまで来ていてっていうことで。 でまあ,あのヨーロッパにはですねあのフランスのルーブルにお店を開いてるんですよって書いてあるんだけどちょっと待ていっていうね <laughs> あのまあそこまああとはまあいい話が書いてあるんですけどでそういうねあのあの創業者がまあ今も現役でやっているそのね代表が、えー、と見開きでちゃんとコメントをですね昔の まああの話とかまあ黒話だったりとか思いとかっていうのを語っているのが書かれているのでこれはそういう価値があるんですね。なのでまあこの16ページはまあここですねこ,こ,これですねこれがすごい重要でそのページをまあ読んでいるところに関してはですねまあこういうのが書いてあると僕は嬉しいなという感じではあるんですね。なんですけど あのヨーロッパにお店出したんですっていうところでですねあのフランスのルーブルに出しましたんだけどねこれあのフランスなのかっていうのはちょっと思いますねあのなんでドイツじゃないんだっていう気はちょっとしますねロルバーンってあのこれねあの滑走路っていう意味なんですよねあのロールが滑走ですよねでバーンがあの道なんで滑走路なんですね、まあ、飛行機のイメージなんですよね でまあ、これはもうあの明らかでこれあのどう見てもルフトハンザ航空っていうかルフトハンザ航空はおかしいなルフトハンザでねハンザ航空なんですけれどもルフトがえっとまああれですねあの航空っていうかあのルフトってあの飛ぶっていうあのあれですよねあの,あの単語なのでルフトハンザっていうのがハンザ航空なんですけれどもその。 えっと、ルフトハンザーっていうドイツの航空会社があるんですけれども、そこのですね、あの飛行機こんな感じです。今ね、iPad で調べましたけども、こんな感じになっていて、この尾翼のところのマークって、このオレンジとこのブルーでこの鳥のマークじゃないですか。これ、この鳥のマークね。これでしょ左向いてますけど、今、これあの、向いてる方向、あの、進行方向に対してこれで、まあ大体左向いてるんですけど、 それがこれでロルバーンって滑走路でオレンジとまあ濃紺とオレンジで,でこれの右向きに問い向いてますけども <laughs> いやこれはルフトハンザでしょって僕は最初から思ってます <laughs> <あの笑>ロルバーンを初めて見た時からこれはルフトハンザの,あのねノベルティーかって思ったぐらいですけどもあ違う違うみたいな話ではあるのでまあこれはやっぱりイメージしているっていうのは もう間違いななくルフトハンザなんですよでこれはあの,あの、まあ、も,しもしかしたらねあの代表は否定されるかもしれませんけれどもこれ間違いなくルフトハンザです。<laughs> っていうところなんでまあそう考えるとルフトハンザっていうのはドイツの航空会社なんでいやこのデザインで行くんだったらお店持ちたいのってドイツじゃないのかと思ったらフランスにお店を出しましたって書いてあっておおって思ったっていうね、まあ、まあ別にいいんですけどやっぱりあのヨーロッパといえばねフランスって結構その。 マークスとかもお店持ってるし日本の文房具っていうのがまあ行くところとしてはまあなんかあるんかなという気がしますけれどもねでまあそんなところにお店を持っていますよというまあこのねえ話だったりとかするんですけどでまあヨーロッパに持っていく時にまあそのヨーロッパをイメージして作ったものをヨーロッパに持って行ってその和テイストで作るのもありだったけども自分としてはそのね あのまあどうしようかって言った時にあえてそのなんていうのかなえっと日本っぽいあの和風みたいなのを作ってヨーロッパに置くんじゃなくてまあその自分が作ったこのねロルバンを持っていくっていうのをやったらすごいあのまあヨーロッパでもちゃんと受けましたというところでまあ向こうの人から見るとオリジナリティがちゃんとあるよねっていうふうに思ってくれたよっていうことがまあみたいな話ですね。なんで ま、うん、まあいいい話なんでですすけれどもというとこですね、まあ、それはそれで置いといてではあるんですけども、まあ、ついでなんでロルバーンの話なんですけどロルバーンってやっぱりその20年っていうことなんですけれどもそうですねまあやっぱりいいデザインというかオリジナリティが本当にすごいなって思うこれってね紙製品を作る上ですっごく難しいことの一つなんですけれどもあのー、言ったら 簡単な話な話んですねえっとダブルリングのノートって他にもありますよとまあちょっとロルバーンって確かあロルバーンはいいのかピッチ一緒かないや違うんだっけロルバーンってピッチがえっとジスピッチだっけちょっとあれですねえっと不安になってきたえっとワンサードピッチとあのジスピッチがあってえっとロルバーンって合わないんだっけ ちょっと不安になってきたな。そうそうそう。ロルバーン合わないんじゃなかったかな。えっとここのピッチがルーズリフと同じピッチなんだよね。確かロルバーンって。なのでえっと他のえっとメーカーのリングと多分えっと感覚が違ったんじゃなかった。 ダブルリングノートだと。ま、とはいえですよ、えっと、ダブルリングのノートっていうのは珍しくない、えー、表紙は紙厚紙ですで中ちょっと黄色い紙でこれ特徴はあるんですけれどもまあその閉じてあってっていうところですね技術的には別に難しくないんですねで実はここにちょっとねあのロルドアンといえばですね後ろにこの透明ポケットがついているところが。 やっぱりあののルルバーのロルバーンらしいところででももああるんですけれどもあとこの方眼とミシン目の入ったノートっていうところでなんですけどえっと一個一個取るとねこのダブルリングのノートであったりちょっと黄色っぽい紙であったりえまあマイクロミシン目が入っているとかえまあまあ方眼のノートでまあ一応方眼もねこれあのドットで作られた方眼で罫線をちゃんと引いてないんですよね。 そこもちょっと面白いんですけどであったりとかであとこの袋のこの透明な袋が後ろについていてポケットになっているとかっていうことなんですけどこれってえっと要は同じもの作れるじゃないですか。であとこのゴムバンドついているっていうのもそうなんですけれども一個一個の要素ってえっと今となっては全然その何て言うのかな ああのまあ珍しくもないし技術的に難しくもないっていうものだと思うんですけれどもそれがこうまとまった時にこのオリジナリティの高さっていうかそしてこのねあのまあえっとここのオリジナリティに関してはちょっとちょっとちょっとルフトハンザだろうっていう気はするんですけれどもちょっとでもヨーロッパっぽくって当時としたらねあの日本のメーカーのものだって思ってなかった人いっぱいいたと思うんですよ。あの 割とこれってあのまあそのおしゃれな雑貨屋さんに置いといてえっとこれ輸入品かなと思って買ってた人も結構いると思うんだよね。そんな感じのちょっと見た目であえてこのちょっとですねあのこれもあれですよねこれ,これもほらだってここに書いてあのドイツ語でしょ多分あの僕もちゃんと読めないけどねそうそうそうなんでドイツ語なんですよ。 でドイツ語が書かれていてロルバーンって書いてあってえまあドイツ語で滑走路ですよね。で、えっと、そのあれもないっていうあの他にはあんま書いてなくてまあこういうところにですねあのまあデルフォのロゴは入ってますけどあと,えっとこれもだってデルフォニックスって書いてあるけどこれはどこのメーカーか分かんなくなっていてまあ販売用のシールとか貼られてたりはするんですけどんこんな感じでしょうだからちょっと輸入品のようにも見えたりするっていうところがあってね。で、あの 一つ一つはねあれなんですけれども他でも真似できそうなものなんだけどあえての黄色い紙あえてのミシン目そしてこの罫線が方眼は他にもまあ確かにあるんだけれどもこれが薄いグレーでドットになっているっていう案外使いやすいこの状況とえここに後ろにポケットがついていてこの仕切り板が入ってポケットがついているっていうところのですね ねあの大きさによってこれ枚数もしかしたら違うのかもしれないですけどもこんな感じでポケットが何枚か付いていてでゴムバンドっていうこの構成が抜群ですよねなんかこれってもう本当にこの仕様にしたらロルバン以外にないっていうかこれってね本当になんだろう えっとこれ自体ではえっと多分衣装登録的なものだったりとかそれからまあこのロゴができたとしてもえっとこれ例えば実用診案とか取れないと思うんですよね。なんでもう本当に仕様だけなんですけどでもこの組み合わせって他に全くなくってえっとお店でもロルバーンが好きな人っても明らかにいるので。 あのこれはねあの文房具を売ってるお店とかだとま,あまず外せなないアイテムのつなんですよねでもう本当にあにずっとこれじゃなきゃ嫌だっていう人がいっぱいいてこのの使い勝手の良さですよねあのリングノートでちゃんと裏返せてゴムバンドがついててちゃんと止めれてちょっとしたこうなんかチケットだったりとかあのなんかこうねあの 物を入れとかななきゃいけないけっって言った時にここにちょっっっと入れててておく場所があってっていうのののなんでこの全ての組み合わせの出来上がった時にロルバン以外の何物でもないっていうこのアイデンティティの確率ってやっぱすごいと思うんですよね。まあ他になったら例えば今だと割とあの何ていうか類似品がいっぱい出ちゃいましたけれどもそれこそあのモレスキンみたいなのもえーとハードカバーであのちょっとつるっとした真っ黒の。 カバーがついていてゴムバンドがついていて後ろになんか紙のポケットがついているみたいなのがあってあこれはモレスキンっぽいよねみたいなのってあるじゃないですかロルバーンは明らかにロルバーンなんですよねで他のノートと似てないんですよこのリングノートの中でこれだけ個性がはっきりしていて独立性を持っているものっていうのででもうこれ今からロルバーンっぽいのを作ったらもうロルバーンのマネージャーってもうバレバレみたいになっちゃうのでやっぱここはやっぱりね でしかもそれをやったとしても多分ロルバーバンに勝つのはかなり難しいと思うんですね。まあもしかしたらあの100円ショップとかで似たようなローバンっぽいものとかを作って売るってことはできるかもしれないですけど少なくともちゃんとしたこうそこそこの値段でちゃんと売るって言ったものを作ろうと思った時にここは、ま、あの真正面からいけないぐらい個性がちゃんとしてるんですよね。なんでまあ えっとちょっとした立体商標的な何かに近いようなこの組み合わせそのものがまあこのオリジナリティを持っているというところでいややっぱりね20年続いてきてファンをちゃんと確立しているというところに関して言うとこのロルバーンは本当にすごいなというふうに思いますよという感じですね。全然あの ね、あのー、僕は本当にあんであの最近ねあのロルバール板のフレキシブルとかいろんな他のアイテムとかも出てきてますけれどもやっぱロルール板らしさっていうのがこのリングであったりとかその黄色い紙だったりとかいうところにえちゃんとあってこの組み合わせができるでまあそのベースがあるからこそいろんなあの何ていうのかなえっと限定品でいろんなところに柄が違うやつとか出たりはするんですけれどもまあでもね あの本当にすごいノートだよないいうふうふに思いますだからあのなんかこういうやつの中でって言った時にまあ例えばあの緑のダイヤメモとかもそうですよねあのこれじゃなきゃいけないというかもうこのメモはダイヤメモだよねっていう感じのデザインのえっとまあ あのすごいオリジナリティがあるよねっていうところがあると思うんですけどこれもやっぱりはっきりロルバーンっていうまあ他のものではないロルバーンだよっていう世界をちゃんと作っているのがすごいなと。でそれをやっぱり20年かけて培ってきているしそれをちょっとずつブラッシュアップしてここに持ってきたんだよって話もあったりしてああそれはそれだよなと思ってまあ 改めてロルバーンをですね、ま20周年の記念ということで、まああの考えるきっかけとしては良かったなぁなんて思いながらえ買ってきた次第ですということですね。まああのまあ毎度のことですけれども、まあ希望を言うならもうちょっと情報が欲しいっていうのはあってですね。それなりにいろいろ遠いよ曲折あったんだろうと思うので、そういう話がですね。 まあもうちょっと聞きたかったなあという気がしなくもないですけれどもねという感じではありますがまあ今回はおまけに関してもですねえっとちょっとこれまでとはね方向性が違う要はあのまあキャラクターものというかその,うんそのデザインは使っているけど本体とは関係ありませんっていう立ち位置ではなくてまあ本体と一緒に使えるっていうところがまあえいいところなのかなという気がしますね。 とというところでまあ本当にあのもうちょっとね余裕があれば例えばこういうところの金具とかにロルバーンとか入っててくれたりとかするとちょっとよかったりするなみたいなのはなくはないんですよ、ね、ないんですけどね、えー、まあまあまあでもあここら辺はこんな感じかなというふうに思いますということで、えー、ちょっとあんまりまとまってないですけれども、えー、やっぱねあのいいですよねうん今30何店舗あるのかなデルフォニックスということで 今回は、物はどうなんでしょうね。えっと、うん、このなんか、ポーチも、まあ、ちょっとね、まあ、出る方が作ってるのか、まあ、でも、今までの流れだったら、多分、ポーチ作るところは、多分ね、あの他と同じようなところが作ってるんだと思いますということで、まあ、やっぱり、その、本当に、あの、オリジナルロルバーンとして、その、 だってそれで作ってるんだったらあのね別仕様のものとかを普通にお店で売ったりとかするんでしょうからこれはまあちょっと商品ではないだからまあ,あの正しくは多分ロルバーのえーとグループではないんだと思うんですけれどもとはいえですねまあ,あの今回はえと一応商品連動型っていう感じかななのがまあいいかなというふうに思いましたということでえまあまあそんな話ですねで えー、まあアイデアのもとというかまあイメージのもとはですねやっぱあのルフトハンザだよなーっていうのはまあ,あの思いますという <laughs> ところですねまあ、かっこいいんでいいんですけどね私あの別にだからって何があるわけではないんですけれどもまあそのドイツのイメージドイツの航空会社のイメージっていう感じの、えー、ところもかっこいいところだったりしますという感じですというところですね。 まああの割とねあのロルバーンにしてもあとペンコとかにしてもねペンコはアメリカっぽいっていう感じがしますけれどもあのねハイタイドのペンコみたいなものとかもあの一瞬ねえ海外製品かなと思わせるデザインっていうのがまあ,あったりするわけですけれどもまあそういうところがねえまあデルフォニクスといいあのね あのハイタイドといいそういう感じのえと作り方というところではあってまあ日本人のねどうしてもあの海外製品に弱いみたいなねえーヨーロッパやアメリカの香りに弱いっていうところはちょっとあるよねっていう気がしますけれどもまあでもかっこいいからいいかなとあとまあ何よりもねロルバーンはねもう本当に使いやすいんだよね。 とということでえ使い勝手で好きな人が本当にいっぱいいるのでいやーこれは本当にねすごいあのーノートだと思うしノートの紙の選び方閉じ方それからそのまあ仕様の決め方だけでこれだけオリジナリティを出せるっていうのはなかなかできないことなんですよね。ということなんでえーすげえノートですということでした。ななんかなんかぐるぐるる回っちゃいまましたねすいませんということでえ今日はこんなお話でした。以上です。